こんにちは、アムスタッフの小太郎です。今日はマイビューティフルランドレッド 20SS のアイテムの紹介をしていきたいと思います。それでは着用からいってみます。はい、こちらマイビューのジャケットとサスペンダーパンツ履いてみました。一応全体がこんな感じになってます。はい、でこちらカラーがベージュで、サイズが両方とも0になってます。で僕の身長が170センチで体重55キロなんですけど、両方サイズ0なんですが、結構両方ともオーバーサイズめに作られてます。でまずジャケットからなんですけど、この今回切り返しが特徴で、両方ともアシンメトリーな感じになってて、切り返しが入ってます。で後ろにも入ってます。でこちらポケットなんですけど、この胸ポケットが結構大きめに作られてるんで、バッグとか持たない人でも何でも入れるんで、いい感じのポケットになってると思います。一応こっちにもポケットついてます。でこちらのパンツなんですけど、素材が上下一緒でコットンリネンになってる感じです。でパンツも同じようにここが切り返しになってます。でこちらマイビューが定番で出してるパンツなんですけど、ここにサスペンダーがついていて、このボタンで大きさ調節できるんで、結構幅広い体型の方に履いていただけるんじゃないかなと思います。多分女性の方でも全然履けますね。でこのサスペンダーを外してベルトにすることができるんですけど、ちょっとベルトにして着てみます。はい、こちらサスペンダーをベルトにして巻いてみました。結構全然雰囲気変わってて、この余ってるパンツを結んでこっちにした感じになってます。これ多分人の好みによって形変えれるんで、結構楽しめるパンツになってるなと思いました。はい、こちらがカラーブラックになります。一応全体こんな感じになってます。はい、でこちらもサイズ両方とも0になってます。まあ、黒の方がベージュに比べて結構合わしやすくてシックでかっこいい感じに仕上がってると思います。でこっちのパンツにもサスペンダー同じようについてるんで、こっちもさっきと同じように絞ってみようと思います。はい、こちら絞ってみました。これ結構このパンツ自分好みな形にできるんで、結構合わせ方自由に合わせれると思います。めっちゃいい感じですね。はい、着用終わりたいと思います。以上でアイテム紹介を終わりたいと思います。こちらの商品オンラインストアでもご購入いただけますので、よければチェックしてみてください。それから YouTube チャンネル登録、よかったら高評価よろしくお願いします。あと Instagram もやってますので、よければフォローしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。